こんにちは。今回は2020年の J2 の前半戦のベスト11を考えてみました。J2 はちょうど全日程の3分の1に相当する14節が終了しましたが、独断と偏見で前半戦の J2 のベスト11を考えてみました。もちろん J2 で素晴らしいプレーを続けている選手はたくさんいるので、100人いたら100通りのベスト11が出来上がるのは確実です。異論はたくさんあると思いますが、本動画の下にある説明欄に、あなたが考える J2 のベスト11は、という投票へのリンクを貼りました。リンク先を訪問して投票を済ませてから本動画の続きをご覧ください。現時点での投票数は385票です。それではスタートです。まずは1人目です。各ポジションの内訳は、キーパー1人、ディフェンダーとフォワードが3人、ミッドフィルダーが4人という内訳になりました。まずキーパーは、キラバンツの永井を選出しました。J2 の松本山雅からの期限付き移籍になります。2019年の J3 優勝に大きく貢献した高橋からポジションを獲得しました。開幕から脅威の反射神経を見せて好セーブを連発しています。永井というと J3 の富山で活躍した時期の長かった選手ですが、ついに J2 の舞台でも輝きを放っています。次は2人目です。2人目に選んだのは栃木 SC の田代です。1993年生まれで27歳のセンターバックです。今シーズンの栃木 SC は降格候補の筆頭に挙げられていましたが、予想上回る好成績を残しています。中でも14試合で10失点というのは J2 で最少になります。田代は守備の要として素晴らしい活躍を続けています。高さと強さを併せ持った J2 では有数のセンターバックと言えます。次は3人目です。3人目はギラバンツ北九州の村松です。1997年生まれで23歳のセンターバックです。順天堂大学出身でプロ1年目になりますが、中断明けからスタメン出場を続けており、8連勝に大きく貢献しています。171センチなのでサイズには恵まれていませんが、カバーリング能力と危機察知能力が非常に高い選手です。次は4人目です。4人目に選んだのはジュビロ磐田の伊藤洋輝です。1999年5月生まれで21歳の選手です。昨シーズンは名古屋でプレーしましたが、伸び悩んでいた未完の待機がついに覚醒しました。ボランチ並びにセンターバックで起用されていますが、攻守に躍動しています。注目の上位対決となった大宮戦では素晴らしいミドルシュートを決めています。抜群の精度を誇る左足を持っています。次は5人目です。5人目に選んだのは徳島ヴォルティスの岩尾です。1988年4月生まれで32歳になりました。言わずと知れた J2 を代表するゲームメーカーです。今シーズンも攻守の要として活躍しており、ここまで3ゴールを記録しています。過密日程になっていますが、徳島にとっては替えのきかない選手です。次は6人目です。6人目はビファーレン長崎の秋野です。1994年10月生まれで25歳のボランチです。精度の高い左足で攻撃を司る司令塔タイプのボランチです。周囲を走る長崎の大黒柱に成長して、2月、6月、7月度の月間 MVP に選出されています。次は7人目です。7人目はジュビロ磐田の大森です。1992年4月生まれで28歳のアタッカーです。 J1 の FC 東京から J2 の磐田に移籍しましたが、新天地で別人のような輝きを放っています。磐田では絶対的な攻撃の中心として躍動しており、13試合に出場して2ゴール4アシストを記録しています。ガンバユース出身で宇佐美が同級生になります。次は8人目です。8人目はキラバンツ北九州の高橋大吾です。
1999年4月生まれで21歳のアタッカーです。 J1 の清水から期限付き移籍をしていますが、8連勝と快進撃を続ける北九州の攻撃の要となっています。最大の持ち味は強烈でかつ正確な左足です。堂安、三好、久保などがいるので競争は激しいですが、五輪代表入りも十分に可能な実力を持っています。次は9人目です。9人目は京都サンガのピーター・ウタカです。1984年2月生まれで36歳の大ベテランです。衰え知らずの元ナイジェリア代表プレーヤーです。新天地の京都で14試合に出場して11ゴールを挙げています。 J2 の得点ランキングの首位を独走していますが、技術が高くてスピードがあってシュートが正確です。 J2 ではスペシャルな選手と言えます。次は10人目です。10人目はギラバンズ北九州のディサロ・アキラ・シルバーノです。1996年生まれで覚醒中の大卒2年目です。ここまで13試合に出場して8ゴールを挙げていますが、得点ランキングは2位となります。正確な左足を武器に躍進する北九州の主役になっています。父親がイタリア人で愛称はレレです。最後は11人目です。最後に選んだのは FC 琉球の阿部拓磨です。1987年12月生まれで32歳のフォワードです。ドイツや韓国でもプレーしました。ザクオフに琉球に加入しましたが、早くも6ゴールを挙げています。持ち味であるパワフルなプレーを生かして攻撃陣を牽引しています。6ゴールというのは得点ランキングで4位タイとなります。ということで以上になります。独断と偏見で選んだ前半戦の J2 のベストイレブンでした。まとめるとこのようになります。キーパーは北九州の永井、ディフェンダーは栃木の田代と北九州の村松と岩田の伊藤の3人を選出しました。中盤はボランチが徳島の岩尾と長崎の秋野で、攻撃的なミッドフィルダーは岩田の大森と北九州の高橋です。フォワードは3トップでピーター・ウタカとディサロと阿部拓磨の3人です。このような11人を選出しましたが、惜しくもベストイレブンから漏れた選手を何人か挙げてみると、千葉の新井、長崎のマイクマ、徳島の柿田、岩田のルキアン、北九州の町野の名前を挙げることができます。あなたが選ぶ J2 の前半戦のベストイレブンはどんな11人ですか？本動画の下にある説明欄のところに投票のためのリンクを貼りました。11人を選出してから投票ボタンを押してください。サッカーファンの投票による途中経過を確認することもできますので、合わせてご覧ください。今回の動画は以上です。面白かった時は高評価ボタンを押してください。動画作成のモチベーションになります。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。ブログやツイッターなども合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いします。